Innovation. Cultivation. So much innovation. Cultivation. Radio. みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。ザイです。みなべです。はい、というわけで今日もカルティベースラジオやっていきたいと思いますが、またワールドカップ見ちゃって眠いんじゃないですか。ちょっと元気ないですよ。収録日がバレるじゃないですか。そうだね、結構なんかねタイムラグがあった場合バレバレになっちゃいます、ね、出したらこれ、ね、はい、クリスマスぐらいに出るかもしれないから。確かにね、ちょうどこれはクロアチア戦を取った次の、あ、クロアチア戦が終わった日の朝に収録しておりますね。あ、そうですね、はい、ジャストタイミングで。見たんですか、リアルタイムで。僕は寝ちゃいました。すごいです、はい、この、はい、このムードの中で、ね、言い出しづらいやつですよね。いや、あのね、体調がガチで悪かったんで。そうだよね、確かにね。そうそうなんですよね。ちょうど前の週に耳ぐり全社総会があって、で我々はあの2期目の3クォーターが終わって、これから今4クォーターに入ったっていうところなんですけど、まあ、そのね節目の総会で宮部さん声が出なくなってね、喉が。あ、そうなんですよね。だからそこに向けて結構、まあ、大切だなって思ったからちゃんと準備して、なんかこう語りのイメージとかめっちゃ沸かしすぎてたんだけど、なんかね当日声が出なくなるっていうパターンがあって、ちょっとくらい体調が悪かったら頑張ろうかなって思ったけど、もう声出ないでプレゼンもうどうにもならないじゃないですか。決断でやるわけにはいかないからね。だからまさかのね、みなべさんが朝声が出ないっていうパターンで、はい、なんとか乗り切ったわけなんですけど、ありがとうございます。でも今耳ぐりは前者としてどこに向かっていくかみたいなことをいろいろイメージを膨らませてビジョンをね共有したりしてるところなんですけど、うん、結構今我々の重要キーワードであんまり外に出してなかったり、ラジオでもこれまで語ってなかったキーワードの一つに経営の多角化っていうキーワードが今出てきてるじゃないですか、うん、ありますね。いわゆる事業多角化とか経営の多角化とか多角化経営とかって言ったりしますけど、うん、結構これ今我々として注力キーワードにしようと思ってるんですけど、この辺をちょっと今日は話して掘り下げようかなと思ったんですけど、うん、お、いいですね。すごい高級的な問いですよね。あの経営の多角化っていうとなんか聞いたことあるけど、なんかすごい遠いテーマのようななんか感じがあるじゃないですか、うん、でも、うん、今日の話題提供であなたの隣にも多角化もあるし、もしかしたらあなたの会社もすでに多角化企業かもしれないっていう、そういうリフレームをねお届けしたいなって思っております。ああ、いいですね。結構耳ぐり全社会でも、はい、まあ割とベンチャーとか大企業の事業とか経営に近い案件をやったことあるメンバーだと結構ピンとくるんだけれども、割とそうじゃないと多角化なんかすごい遠い話な気がするみたいなこと言ってるメンバーも結構いましたもんね。いたいた。でも、うん、実はあのね、日本のいろんな企業が実は多角化をしてるんですよね。で、その多角化の構造がいろんな何かを生んでいるっていうことがございまして、そのいろんな何かについて東大の先生教えてくださいよ。俺が話すの。今飛び上がりましたよ。 YouTube で確認してほしいんだけど、飛び上がりましたね。今完全に、はい、椅子から体が浮いてしまいましたけど、ちょっと YouTube で僕も後で確認したい。すごいね。これ完全に南さんが話す話流れ。本当に、はい、ちょっとじゃあちょっと YouTube でご覧の方は今スライドを投影するんでね、この画面でちょっと2人でわちゃわちゃ話せたと思うんですけど、ちょっとまず最初に多角化って何みたいな話をちょっともうツボ入っちゃってるし、さっきマリオみたいにすごい飛び上がってたからちょっと面白かったなと思って。いや、もう本当にこのラジオさ、あの打ち合わせを本当に必要最低限しかしてないんで、だから会話再現すると今日何話しますか、じゃあ多角化について話そうかって、じゃあ僕が多角化って何すかって振りますねっつって、あ、それでいいっすよっつって、はい、皆さん、では、入ってたからさ。話と違う。はい。いや、ちょっとだから、いたずら心が湧いちゃうんですよね。そうですね。すいませんでした。全然、はい、ボール持ちます。はい。はい、いや、まあ、前提だけちょっと話すと、
これよく耳ぐりが、使ってるスライドで、まあ、耳の方は耳だけでも分かるようにちょっとお話しできればと思うんですけど、まあ、企業って成長するもので、やっぱりこうどんな企業も最初は1人とか数名とかから始まって、で大きくなると1万人とか超えちゃうんだけれども、まあ、その企業の成長段階みたいなのをラリー・グレーナーっていう人が5段階にこう分けていて、第1段階が50名ぐらいまでで、第2段階が100名ぐらいまでで、第3段階が300人ぐらいで、まあ、ここを超えるとベンチャー企業はこうメガベンチャーにめがけて成長していくみたいなところだと思うんですけど、第4段階が1000人ぐらいまでで、最後第5段階が1000人以上ってなっていったときに、最初はまあスタートアップ企業のうちは一番最初の事業をちゃんと成功させるっていうことが重要なんで、だいたいこう全振りするサービスとかアプリとかプロダクトとか製品とかがあって、でそこに向けて一生懸命やっていくっていうフェーズなんだけど、これがあれですかね、3段階ぐらいでちょっと風向きが変わってくる感じですかね。あ、そうそう、3段階くらい目になってくると多角化がだんだん始まってくるねっていうのが、まあ、グレイナーさんだったりとかなんか一般的な話ではありますね。だし、なんか経営の多角化とか多角化企業とか選択と集中、いろんな話があったりすると思うんだけど、なんかそういうのってなんか一般的に言うと、まあ、大企業、要はなんか日本でいう数万人の企業とかのメディアとかにセットで出てくるような、なんか経営者の方が語られたりとかするようななんか話かなっていう、なんか紐づきがあるんだけど、まあ、さっきの300人もそうだし、実はなんか複数の事業とか複数のサービスとかって50名未満のうちからも持っていることってあったりするんですよね。なんか一つのプロダクトとか機能だけを提供し続けてるだけだと、やっぱりなんかちょっと売上的に伸びが悪いなみたいになってくることってあると思うんですよね。なんか、うん、適当に言うんだけど、ワークショップだけ提供しようっていうんだと難しいから、なんかそこの後ろのコーチングだったりリフレクションとかもセットでやるようにしようみたいな、なんかサービスのなんか追加とかもあったりすると思うんだよね。これもちっちゃい実は多角化だったりとかするから、うんうん、なんか日本企業とかのウェブサイトとかサービス見るとサービスがすごいなんか複数あったりとかすると思うんですよね、ちっちゃい会社であっても。だから結構日本企業って多角化が好きだなって思っていて、潜在的に実は50名だろうが100名だろうが小さな多角化展開をしているっていうのが結構なんかあるあるなのかなってマジで思いますね。そうですね。そうそうそう、まあ、確かにスタートアップフェーズでもやってる会社って結構あるし、まあ、我々の友人企業であるつくるばさんとかもね、やっぱ最初ワーキングスペースの運営から始めて、うん、でそれで月額の収入がこう入ってくるところでちゃんと下地を作って、でオフィス作りのコンサルティングの事業を立ち上げてやっていって、であるタイミングで不動産の買うかもっていうサービスをやってみた、うん、結構フェーズごとにちょっと様子を見ながらこう、うん、していくみたいなのって結構まあ割と小さい段階からありますもんね。あるんですよ。これってなぜかっていう話があって、理由があるんですよ。日本企業って実は結構いろんな会社が、ちっちゃい会社でも中小零細企業様であってもなんかみんな多角化してるんですよね。でこれ、うん、めちゃくちゃ理由があって、日本って島国じゃないですか。だからマーケット的に結構世界とある種分断されてたりとかするんですよね、うんうん、あまり外資企業とか入ってこないじゃないですか、うん、なんか日本の島国の中だけで市場が結構完結するくらいの、まあ、GDP とかもそれなりにあったりするからね、くらいのなんかボリューム感があるんですよね。だからまず外資が入ってきづらい。でも外資は入ってきづらいんだけど、結構ローカルじゃないですか日本って、うん、地域密着型の企業とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。うんうんうん、だからなんか外資は入ってきて黒船は入りづらいんだけれども、それぞれの企業が向き合っている市場はそこそこのサイズであるってことが多いんですよね。でってなると何が起きるかっていうと、市場がねちっちゃいんですよね。はいはい、ちっちゃいんですよ、一つ一つのマーケットが。そうすると一つのサービスで売り上げを上げ続けるってすぐ限界が来ちゃうんですよね、うんうん、なんでなんか一人のお客様に対して複数のサービスを複数多角化展開をして、なんか総合的な
体験にした上で収益を積み上げるっていう、なんかそういうふうな戦略を、うん、まあ、大枠日本企業って取るっていうのがなんか主流だったりするんですよね、はい、なんで市場の環境的にもうちっちゃい会社であっても実は潜在的に多角化を必ずするっていうのがなんかめちゃくちゃあるあるなんですよね。なるほどね。そうそうそう、なるほどです、なるほどです。うん、じゃあ比較的このまあグレーナーの理論はグローバルな理論ですけれども、うん、まあ、日本はとりわけそういった特性から早い段階から複数事業を手掛けることが多いと。そう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 。で、そうすると、まあ、基本的には多角化っていうのはビジネスを複数持つっていうことなんですかね。そうだね、ビジネスを複数持つとかサービスを複数持つっていう、うん、なんかそういうふうな、なんか大枠の定義ではあるんだけれども、うん、まああえて潜在的にあることで言うと、一つの事業を持つイコール、うん、それに基づいて一つの部門とかが生まれたりするんですよね。うんうん、だし、一つのサービスを提供するイコール、それを提供する一つの職能とかも生まれたりするんですよね。うんうん、なんで、多角化を事業で展開していると、結果的に組織の人への多様化がその数だけ進むっていうのも実は裏側にあるっていう、はい、多角化と多様化は実はセットっていうのはあったりしますね、はいはい、結構これまあ裏表裏一体なんだけれども見過ごされがちで、うん、で結構その日本企業の話で言うと経産省のレポートとかを見てると、日本は多角化がまあ、好きなくせに下手くそであるっていう事実もまたあるじゃないですか。そうそうそう、すぐ多角化するのに多角化は下手くそっていうね、謎の事実があるんですよね、はい、やっぱアメリカ企業とかのデータと比べても、うん、日本企業は多角化して組織が膨れ上がっていくこと、利益率がどんどん右肩下がりに下がっていくっていうところで、要は複数手出すんだけどシナジーが出せないっていう問題がある。そうそうそう、でなんかどうやってビジネスのシナジーを生んでいくか、サービス同士のこう利益率を上げていくのかっていう、ビジネス上事業上の問題って結構課題視されやすいんですけど、結構その背後で起きている組織の多様化とか、うん、人材の多様化とか、組織構造の複雑化だったりとか、なんかそういう事業多角化に組織が追いついていないみたいな問題が結構実はボトルネックなんじゃないかって感じです。そうですね、そうなんですよね。あの僕感覚的にあるのが、なんかね、事業の多角化、なんか顧客目線でなんか複数のサービス事業とかをなんかちっちゃい企業の段階からなんかユーザーのニーズだったりを見極めて、こういう風な方が喜ばれるんじゃないかって考える、なんか発想とアイデアセンスとかって結構日本人って創意工夫があるせいかわかんないけど得意だなって思うんですよ、実は。でもなんか事業の多角化は実は結構得意なんじゃねって僕思ってるんですよね。でもなぜ利益がうまく上がらないのかっていうと、ね、日本の大企業とか、なんか日本企業っていうと、なんか調整がなかなか難しくって、で、なかなかこうね、なんか組織のダイナミズムが生まれなくって、リーダーが現れず、結果的にこう硬直化して、進みが悪くなってしまって、うまくいかない。うん、っていうのがよくあるなって思ってて、だから僕の捉え方的には、なんか顧客を捉えた事業の多角化は得意なんだけど、事業の多角化に伴って生まれる多様化に対する対応がめちゃくちゃ苦手。なるほど。そこで硬直化してしまうことによって結果的に利益が下がってしまうっていうのが、なんか裏側にある方程式なんじゃないかなっていうのは常々思うところであります。なるほどですね。うん、まあ、結構耳ぐりも、まあ、明確に多角化の問題解決するぞってずっと言ってきたわけじゃないんですけど、結構振り返ってみると耳ぐりが得意なコンサルティングのパターンだったりとか、結構我々が選んでいただけるパターンを振り返ってみると、割とそこの問題にアプローチしてることが多いっていうことに気づいたみたいな感じです。あ、そうなんですよね。だから僕らとして的には人の組織のポテンシャルを最大化させようってずっと探求してきたんですよね。でもなんか最大化されようとした時に、やっぱりまあ最大化するためには顧客企業、顧客経営の理解をする必要があるじゃないですか、うん、でそこの、ま、そもそも組織と人のポテンシャルを引き出すためには経営とか事業を良くして表裏一体に
になったりするわけじゃないですか。だから僕とかも組織コンサルとか経営コンサルに入る中でふと思ったんですけれども、あれこれだいたいご依頼いただくときって事業や経営の多角化をしたときに、なんかその多様化が進んで、それに対してどういうふうにそのポテンシャルを引き出せばいいんだろうっていう、なんか問いを持ち始めたっていう、なんか変数をお持ちのお客様ばっかりだなっていうのにふと気づいたっていう。そうですよね。やっぱ我々この第3段階から第4段階に差し掛かって、こうこれからスケールしていく中で多角化していくぞ、うん、でも組織このままだとなんか追いつかない気がするなっていうタイミングと、うん、まあそんなことはもうなりふり構わず事業多角化しきっちゃって肥大化した大企業が、あれなんか組織がはるか後方から追いついてきてない、はい、そう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 いうなんかこう負債が溜まりまくったところをなんとかしたいみたいな、うん、結構この大企業パターンとこう急成長ベンチャー企業みたいなパターンがめっちゃ、はい、で両方結局多角化の組織課題だっていうことに気づいたみたいな。そう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 なんですよねおっしゃる通りでございます。さすが東大の先生。いやいや、なんか我々のこのよく掲げてる CCM っていう樹木図、うん、だいぶ前に作ってずっと作ってるんですけど、結局これもあれですよね、事業多角化と人と組織の対応化を噛み合わせていく、はい、有機的に噛み合わせていこうモデルですもんね、これね。そう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 、これ面白いのがなんかこれって研究モデルとして我々の知を編み合わせたものじゃないですか、うん、で我々にとける学習論であったりとか対話論であったりとか創造性発揮の理論だったりとか、まあ、そういうのが安西さんが、うん、あの専門の中でそれを編み合わせた結果できたのがこれで、なんか個人のね探求や衝動を引き出しながらそれをチームで分かち合って対話をして、あのアウフヘーベンして前に進めた結果、なんかそれがエネルギーとなって事業が次々プロダクトや事業が生まれるようなエネルギーが創造性発揮として循環されるよねっていうモデルだと思うんですよね。でそれを我々問いに持ってなんか研究をしたりとかコンサルティング的な実践をしてお客様に入り込んでやり続けたところ、実践側で分かったのがさっきの話だったっていうのが、うん、あって、なんか研究と実践をし続けたからこそなんかそこがつながったっていうのはすごい面白いなって思って、だからなんか実践で振り返ってみてその多角化構造があるんだなって思った時に、この CCM モデルって、ああなるほどね、多角化があって多様化が進んでその多様化をちゃんとエネルギーに変えていく、でそれを一つの社会として創造性が発揮されるようになると多角化の構造に返せるんだなっていう、なんかそういう理解をしたっていうのがあったんだよね、うん、それをこうなんか気づきとしてねラジオでシェアしたかった。そうですね、そうですね、うん、なんか結構多分サイズ関係なく日本企業の一つのキーワードはどう多角化していくか、もしくは多角化によって起きる問題をどう乗り越えるかっていうのが共通インサイトであるとするなら、そうそうそう、うん、なんかそこをめがけてちょっと新 CM をアップデートしていきたいなと今思ってるという感じですかね。そうだね、なんかグローバルマーケットとかでね、なんかワンプロダクトだけでなんか1ビリオンとか10ビリオンなんか1兆円強とかになればいいんだけど、まあ日本のマーケットってなかなかそういう感じでもないし、でもグローバルでもそれは最近言われていて、なんかこうすごい右肩上がりに資本主義の中で経済が成長していくっていうわけではもうないじゃないですか。だから世界的にも多角化の事業展開をする中でいかになんか同じ顧客に対して価値体験を向上していくにはどうすればいいのか、うん、複数のサービスを持ってっていうなんか問いがあの結構フォーカスになられているなっていうのは思っていて、だから多分日本で起きていたことが結構世界中でも起き始めているなっていうのはすごい思っている感じだよね、うんうん、はい、いやすごい重要観点です。多角化は進むし多様化も実は進んでくる、だからその多様化の中で人々が対話しながら創造性発揮をいかにしていくかっていうのはまさに我々の、まあ、実践と理論開発の、まあ、研究課題なんだなっていうのは思うし、まあ、本当にねあなたの隣も多角化、実はあなたの所属している会社も多角化
だから多様化が進んでいる。だから対話が必要なんだっていう、うん、なんかそういうのをね、なんかふと思ってみるとね、なんか世界の見え方が変わるんじゃないかなっていうのはすごい思ってるところだね、うん、はい、いやまさにちょっと身の回りをね、多角化という視点で、多角化と多様化っていう視点でね、捉えていただけるといいなと思うんですけど、うん、まさにこう断片的には結構、まあ、それこそこう企業が多角化し、まあ、そういう会社が増えていった時に会社の中のジョブも多様になっていってでってなった時に、まあ、1人が同じ専門性をずっと持ってそれしかやらないってある種すごく脆い脆弱なキャリアモデルだよねっていうので、やっぱりキャリア論の中でもリンダ・グラットン先生がワークシフト、ライフシフトとかで連続スペシャリストになろうとかって言ってたりするじゃないですか、うん、あれとかもやっぱりキャリアを多様化して一つの専門性で60年突っ走るんじゃなくて人生100年時代に複数の専門性をやっていこうって、個人もキャリア多角化していこうぜっていうメッセージと思うし、うん、なんかダイバーシティ&インクルージョンみたいなのも結果それが集まった集団の中でどうやって多様性を包摂していくかとか、対話論とかも結局多分事業多角化と人材の多様化をつなぎ目がダイバーシティ&インクルージョンだし、うん、対話なんですよね。だからやっぱある種あの多角化経営の課題に戻ってくるのはなんか必然だなと思うし、なんか日本がそれが下手くそであるっていうデータが出てるっていうのはなんかみんなで取り組むべきなんか共通の国家課題なんだなと思うと、なんかちょっと我々の研究も頑張らないとなと今改めて意味付けし直してるみたいな感じですね、はい、はい、完全気づきシェア会になったんだけど、なんか我々の CCM ってよくなんか対話とか学習とかで氷山モデルみたいのがあるじゃないですか、ね、なんか氷山ってあの冷たい海の中で上側の氷が見えてたりするけど、実はその裏側にすごい巨大な海の中に氷があるよねっていう話があって、なんでこの表側の表層的な発話やいわゆるコンテンツだけじゃなくって裏側のその人のアイデンティティの気づきをベースに対話した方がいいよねとか、なんかいろんなところで氷山モデル使われるけど、まあ、我々の中では樹木モデルでなんか表面的に咲いている、まあ、事業とかプロダクトの花と土壌の中にあって、まあ、土壌が豊かな中で根が張り巡らされて、その中には実はなんか個人のそういう多様さだったりチームの多様さがあって、これがエネルギーになる必要がありますよねってあるんだけど、なんか企業のコンテンツで言うとやっぱり事業とかプロダクトの多角化だと思うんだよね、その構造の話とか、なんかねそれによって財務資本とかがなんか豊かになるってあると思うんだけど、でも裏側の土壌にあるのはやっぱり人材とかチーム組織のなんか多様さ、かつそれをちゃんと溶け合わせて学び合いながら豊かになってちゃんと実ができるような土壌が出来上がっているのかっていうのがあるんだなって思って、なんかすごい味わい深いなって思いましたよ、東大の先生が作られたこれは。そうですね、なんか、はい、ずっと眺めてると改めていい図だなって、いい絵だなって思います、はい、なんか、はい、こういう有機性見取り図を持って人的資本経営とか言わないとなんかちょっと違う感じになっちゃうよなとかね。あ、そうですね、いろいろあります。じゃあ人的資本ってなんかやっぱり裏側の土壌の中にある見えづらいものとかもフォーカスに入れながらエネルギーが湧くようにしないと難しくって、表面的なあのコンテンツ表側だけに見えている身だけを捉えたあの人的思考にしちゃうと実はうまくいかないんだろうなっていうのはすごい思うんだよね、まさに、うん、というわけで、はい、改めてねこのカルティベースで耳ぐりの中核にある CCM モデル、これちょっと YouTube でずっと絵を出しながら喋ってましたけど、はい、見かけの方はどっかでね検索して、うん、CCM ってググると出てくるんじゃないかなと思うんで、はい、ちょっと改めて、はい、今日の話を踏まえて眺め直していただけると、はい、味わい深いんじゃないかなと。そうですね、はい、一応あのラジオリスナーの方に補足しておくとCCM って我々が研究開発して理論開発していろんな知を編み合わせた見取り図なんですよね。でこのカルティベースラジオは一応その CCM を起点にしながら研究開発いろいろ知って理論と実践のナレッジシェアをしているっていう感じだから、
普段で結構そのナレッジシェアのなんか点の話だったりするじゃないですか。実はその、うん、こう見取り図には CCM があるんだよっていう、カルティベースは実は CCM を探求している場所でも実は我々的にあるんだよっていうのを改めてリマインドさせていただこうかなと思いましたがいかがでしょうか。一番最後まで聞いてくれた人にだけリマインド特典っていう。はい、まあでもそうですね、はいはい、あの2023年はあの多角化、事業の多角化、組織の多様化に関する知見を、はい、結構あの注力でアウトプットしていこうと思ってるんで、ぜひカルティベースラボのコンテンツとか、まあ、スクールの方でもねそういう講座を増やしていければなとも思ってるんで、うん、お楽しみにしていただければと思います。はい、はい、では今日はこのあたりにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。